北野です。今日は6ヶ月間でインスタグラム1万フォロワーを達成し、月賞300万をですね、このインスタグラムを中心に売り上げを上げているみーこさんのですね、インスタグラムでどういうふうにしてフォロワー集めて集客しているのかというポイント、今日はストーリー仕事の話をしていきます。で、インスタグラムですね、まあ、一番重要になってくるのが特にストーリーと言われているものになりますね。まあ、アイコンをクリックするとですね、実際こういうふうにいわゆる24時間に消える魔法の動画、まあ、ストーリーっていうのはこういうもので、皆さんもね、一度は見たことあると思うんですが、これどういうふうな投稿を上げていくのかって話をしていきます。で、特にですね、インスタグラムで、すごい濃いファンをですね、獲得していくためには、このストーリーっていうのは1日大体まあ3投稿からやっぱ4投稿ぐらいですね、みーこさんちゃんと毎日上げられてるわけなんですけども、どういう投稿を上げればいいのか。ちなみにこのストーリーっていうのは24時間で消えてしまうんですが、下のハイライトっていうですね、まあ、この丸っこいマークですね、ここに保存することができるんですね。ということで、過去のみーこさんのですね、ストーリーの投稿っていうのは他見れるんですが、ポイントはちょっとこちらまとめたと。で、まずストーリーとハイライトの活用というところで、まあ、ハイライトしたところですね、まず1個目ってマインド価値観の共有、そしてプライベートの共有、仕事風景、活動内容の共有っていうのがすごい重要になると。まずマインド価値観の共有っていうところなんですが、まあ、このマインドセットってところですね、まあ、これカテゴリーを作っちゃうっていうのもありだと思うんですけども、まあ、私の人生はジェットコースター、2回離婚し、転居を繰り返し、仕事不安定、その日の暮らし。でも、そこから諦めずに人生を大逆転した。私は今こうなっているよってあったりとか、その自分自身のあれですよね、まあ、考え方だったりとか、まあ、マインドセットを、発信していくことによって、実際にフォロワーの方に対しても、実際に共感を拾っていったりだったりとか、憧れを拾っていくことができると、いうことになるわけですね。で、2つ目、まあ、ポイントとしては行動することの大切さだったりとか、みこさんの場合だったら副業支援をされている場合なので、なぜ今副業すべきなのかっていうところだったりとか、あと自分自身の挫折したエピソードだったりとかね、あとなぜ起業しようと思ったのかっていうところを、もう本当に生々しくですね、リアリティを持って結構ね、自分の実話に基づいて発信していくということがすごい重要になります。2つ目、プライベートの共有ですね。で、これは実際に自分の素を見せることで共感ファンを拾っていくっていうやり方なんですけども、まあ、実際に例えばこの日常っていうところとかね、押すと、例えば今日美容室行ってきましたよとかでもいいですし、まあ、プライベートは私服はこんな感じですとかでもですね、今日カフェで仕事していますとか、本当に何でもいいんですよ。例えばお子さんと一緒にこういうとこ来てるよとか、家族でディズニー行ってきたよとか、まあ、こういう今日こんな、パン屋さん来たよとかね、こういうふうな発信をすることによって、まあ、普通はですね、これ公情報いつも投稿でアップしているみーこさんなんですけども、その裏側、日常のネスを発信することによって、共感を拾うことができるんですね。それによってファン化を、そしてより身近に自分を感じてもらうことができるっていう、まあ、効果があります。3つ目は仕事内容とか、まあ、風景ですよね。結局インスタ発信してる人でも、この人何してる人なのっていうのがよく分からないアカウントってあまりに多いじゃないですか。で、そこをしっかりとですね、事前に知っておいてもらったらすごい重要で、何かあったらみーこさんに相談しようっていう風な立ち位置で、皆さん例えば整体院やってるんだったら、何かあったらこの人の治療に行ってみようだったりとか、皆さん例えば集客のコンサルタントしてるんだったら、何かあったら集客といえば丸山さんにお願いしようとかっていうことで、例えばこうお仕事っていうカテゴリーをハイライトで作っておいて、まあ、ストーリーとかでもですね、まあ、実際にじゃあどういう風な、みーこさん実際講座だったりとかですね、まあ、こういうコンサルをして、まあ、仕事風景だったりとか、まあ、みーこさん実際テレビに出てる収録行ってきたようだったりとか、YouTube 今日撮ってますよとか、それから、自分はどういう活動しているのかですよね。こういうふうに仕事風景をまあアップしていくっていうのが、まあすごい重要かなというふうに思いますね。もし自分自身が今スクールをやってるんだったら、そのスクールの講義のところのスクリーンショットとか、もしくは動画がいいですね。動画を、まあ、今日こういう感じでグルコンやってましただったりとか、お茶会やってますとかっていうのをやっぱ視覚的に訴えかけることができるのが、ね、インスタグラムのメリットでありますので、まずこういったあたりをね、しっかりと発信していくっていうところに意識して、まあ、1日ね、大体3から4投稿ですね、ストーリーを上げていっていただければなというふうに思います。はい、ということでね、今日の参考になった方、いいねボタン、チャンネル登録、またぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントしてみてください。